皆さん、いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、中央区です。キャスターの高井英子です。今回の番組では、区政この1年、令和6年上半期と題して、令和6年の1月から6月までの街のイベント、話題などを振り返っていきます。まずは、1月と2月の話題をご覧ください。1月4日、浜町運動場で子どもたこ揚げ大会が開催されました。こちらは日本のお正月遊びの一つ、たこ揚げを多くの子どもたちに楽しんでもらおうと、日本のたこの会と青少年対策日本橋六の部地区委員会の皆さんが例年行っている催しです。はじめに子どもたちは真っ白なタコに思い思いの絵を描き、オリジナルのタコを作ります。タコが完成したら、親子で協力しながらタコ揚げに挑戦。会場はタコ揚げを楽しむたくさんの参加者でにぎわいを見せていました。1月8日、令和5年度中央区二十歳の集いが開催されました。二十歳を迎えた皆さんの輝かしい前途を祝福する二十歳の集い。令和5年度は968人が二十歳を迎え、この日皆さんは晴れ着やスーツに身を包み会場を訪れました。第1部では出席者からお祝いの言葉が送られた後、代表者2名が二十歳のメッセージと題して決意や目標などを力強く述べます。続く第2部では恩師からのビデオメッセージの上映などが行われ、皆さんの笑顔が絶えない式典となりました。1月13日総合スポーツセンターでは新年の恒例行事、令和6年新年子ども羽根つき大会が開催されました。68回目を迎えたこの日の大会には、区内の全小学校から57チームおよそ340人が参加。チーム対抗のトーナメント方式で熱戦を繰り広げます。日本古来の遊び羽根つきに様々なスポーツの要素を取り入れた競技形式で試合を展開。会場は力強く羽をつく音と仲間たちを応援する声が合わさり、大いに盛り上がりました。2月16日、教育センターで中央区防災講演会が開催されました。この催しは区民の皆さんや区内で働く方などを対象に防災意識の向上を図るため毎年実施しています。今回は港防災プログラム代表の久保一司さんが登壇し、マンションにおける災害対策などについて説明。講演後は参加者の皆さんから防災対策などに関する質問や意見が飛び交うなど、防災意識が一層高まる場となりました。2月17日、外国人のための区内施設見学バスツアーが開催されました。このツアーは外国人の方々に区内の施設やサービスを知っていただくことを目的に行っています。最初の見学先は昨年12月にオープンした晴海地域交流センター晴未来です。皆さんは担当者から施設の概要や利用方法などについて説明を受けます。
このほか紙の歴史に関する資料などを展示している小洲資料館や本の森中央を見学。皆さんはツアーを通じて中央区内の施設を知ることができました。子どもたこ揚げ大会や二十歳の集いなど、皆さんの笑顔があふれるイベントが印象的でしたね。続いて3月と4月の話題です。3月2日、晴海区民センター、晴海西小学校、晴海西中学校の一般公開が行われました。本年4月に開設した晴海区民センターと同じく4月に開校した晴海西小学校、晴海西中学校の建物内を区民の皆さんに公開。来場した皆さんは晴海区民センター内の各施設や晴海西小学校、晴海西中学校の開放感のある教室などを見て回り、晴海の町の新たな施設に期待を膨らませていました。3月3日、東京都庁をスタート地点に東京マラソン2024が開催されました。今回の大会はパリオリンピックのマラソン競技の最終選考も兼ねており、懸命な表情で走る招待選手の姿がありました。その後、大勢の市民ランナーが日本橋にやってくると、沿道からはたくさんの声援が飛び交います。多くの皆さんに後押しされながら、およそ3万7000人が東京の街を駆け抜けました。3月25日、黎明小橋渡り初め式が行われました。勝どき4丁目と晴海3丁目を結ぶ歩行者専用の橋として整備された黎明小橋。式典では来賓の皆さんから祝辞が述べられた後、橋の点灯式が行われました。式典終了後に黎明小橋は供用が開始され、集まった皆さんは橋からの景観などを楽しんでいました。4月7日、春の名橋日本橋祭りが開催されました。この催しは日本橋が架けられた4月に毎年行われており、会場では地元の老舗や各団体が自慢の品々を販売します。セレモニーは普段は立ち入ることのできない日本橋の橋上で行われ、道路原票を前に来賓の皆さんが祝辞を述べます。また会場では恒例のクラシックカーの展示も行われ、道行く人は貴重な車を写真に収めるなどしてイベントを楽しんでいました。4月14日、総合スポーツセンターと浜町運動場を会場に少年少女スポーツフェスティバルが開催されました。この催しは各種スポーツ体験を通じた区内のスポーツ少年団同士の交流や活動の周知などを目的に行われています。32回目を迎えた今回は野球や卓球など8種目の体験会を実施。子どもたちは爽やかな汗を流しながら競技を楽しんでいました。晴海地区に新たな公共施設がオープンしたほか、イベントにもたくさんの人が訪れ、区内はにぎわいにあふれていました。最後は5月と6月の話題をご覧ください。
5月2日から5日までの4日間、鉄砲洲稲荷神社例大祭が開催されました。6年ぶりの開催となる今回の例大祭。4日は京橋四の部と京橋五の部の町会による連合みこし渡御が行われ、担ぎ手の皆さんは威勢の良い掛け声を上げながらそれぞれの町を練り歩きます。5日は鉄砲洲稲荷神社境内にて恒例の新富座子ども歌舞伎の奉納が行われ、舞台に上がった子どもたちは堂々とした様子で演技を披露。参加者の皆さんと大勢の見物客が一体となり、町は大いに盛り上がりました。5月26日、晴海五丁目の町開きに関するイベントが開催されました。記念式典では主催者の挨拶と来賓による祝辞の後、テープカットが行われました。記念式典の後に行われたトークショーでは、東京2020大会メダリストが登壇し、祝いの言葉を述べるなど、来場者全員で新しい街の誕生を喜びました。野口昭代さんのお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。6月2日、赤月公園で第21回エコ祭りが開催されました。さまざまな環境問題について楽しみながら学べるこのイベント。会場ではエコバッグ作りやリサイクル自転車の販売などが行われます。また、区と協定を締結し、連携して事業を実施している東京都檜原村と福島県大熊町も特産品の販売などを実施。皆さんは会場を回りながら自分たちができるエコについて理解を深めていました。6月7日から10日までの4日間、浪岡稲荷神社で毎年6月に行われる築地獅子祭りが開催されました。こちらは9日の渡御祭の様子です。築地1丁目から7丁目までの氏子の皆さんは一気の宮神輿を交代しながら担ぎます。3年に一度の本祭りでは宮神輿と紫雄どちらかの獅子が巡行しますが、影祭りの今年は宮神輿のみが担がれ、築地の町を一周。担ぎ手の皆さんの勇姿に観衆からも拍手が上がり、地域の皆さんも一体となって町を大いに盛り上げました。6月15日、晴海地域交流センター晴未来で中央区さくらんぼ祭が行われました。中央区の友好都市山形県東根市が特産品のさくらんぼの PR などを目的に開催するこのイベント、新型コロナウイルス感染症拡大などの影響で区内では5年ぶりに行われたさくらんぼ種飛ばしグランプリにはおよそ600人が参加。皆さんは東根市発祥のさくらんぼ佐藤錦を味わいながら勢いよく種を飛ばします。東根市の魅力に触れながらイベントを楽しんでいました。お伝えしてまいりました区政この1年令和6年上半期、いかがでしたでしょうか。番組ではこれからも区内の出来事を中心にさまざまな情報をお伝えしていきますので、よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。